青筋カミキリはカミキリムシカの昆虫の一つ。褐色の体で全子に青緑色の縦筋が入っている。体長には個体変異が大きく、13から32ミリメートルと幅があるが、外してオスが小さい。体は副肺方向にやや扁平になっている。頭部には粗大な天国が多く、小中線には溝があり、 触角の出る穴にはその内側に一個の棘状突起がある。触角は、オスでは体長よりかなり長く、メスでは体長より少し短い程度で、柄節は太くなっており、その末端には棘状突起があり、第三節から第五節までは表面がごく荒くなっており、特にオスでは太くなっていて両側には小さな四条の突起を並べ、その中で第四節が、 最も長い。前胸は休憩で、表面はサメ肌状になっている。前肢は後方で狭まり、縦に伸びる三本の隆起した筋と深い天国があり、末端は丸くなっている。ふわしげは、モも,も節は扁平で梱包状の形をしており、強節は多少湾曲している。体色は基本的には脳褐色で、前胸背では中央寄りの両側に、 マガタマのような赤葛色ベがある以外は青緑色に輝いており、また全肢は高褐色の地に中央を前後に貫いて伸びる青緑色の帯状反紋がある。また体の下面は暗赤褐色をしている。ただし全胸線の正中線が細く緑色になっているもの、全肢の緑の縦半が細くて気分にまで達しないものなどの変異が見られる。別名として石井保果片は 背筋髪切り、二筋丸胸髪切り、甲春丸首髪切りを挙げているが、他の文献では見ない。日本では、本州、四国、九州、佐渡、壱岐、五島列島に分布し、国外では、朝鮮半島、中国南部から東南アジア、マレー、インド、アフリカとハワイまでと広い分布域を持つ。幼虫の餌になるのはネームの木、アカシアなどの豆科植物の樹木で、 その古史儀、及び不朽儀の樹皮化を食べる。成虫の出現時期は六から八月で、この間に、ネムノキの枯れ木や、衰弱木などに集まって見られ、また10日にもよく飛来する。幼虫は、餌となる、枯れ木の樹皮化及び材部を食べて成長し、一世代に二年を要する。六月頃に幼虫が成熟すると、材を食べ進んでできた中空の行動内の終点に、さなぎ室を作り、 出口の方向を向いて溶化する。さなぎ室は行動を、石灰室様の物質で作られたドーム状の仕切りで区切られたものとなっている。以下、主として、石井保加編、P1226、林田編著、P42、林田編著、P42 か、主として鈴木、P34。ありがとうございます。